今日はね、久しぶりにね、髪の毛をね、結んでるんですよね。はい、こんにちは、ポンポミ。どうも、ポンポミユーリです。今回はですね、原宿にちょっと買い物しに行ってきたんですけども、ラフォーレでタイムセールっていうのをやってたみたいで、なんかいろんなところがセールをしていたので、ちょっと買ってきたので、それを紹介したいと思います。まず一つ目がこちらです。アナザーエディションで購入しました。はい、こちらのメガネを購入しました。で、これを購入した時っていうのが、タイムセールやっててすっごい人がたくさんいて、私もタイムセールとか知らなくて、ゆっくり買い物して、まあ原宿行って、その後に渋谷行って、その後新宿行ってみたいな、こうまあ点々としようと思ってたんですよ。だけどラフォーレ行ったらもうめちゃくちゃ人がいて、このメガネを選ぶ時も、もうお店に人がもうたくさんいるし、なんか人混みが苦手だから出たいなって思って、とりあえずね、パッと見てこれを購入しました。なんでこれを買ったかっていうと、もともとこういう形のメガネが欲しくて、他のねお店で見た時に結構似合ってたと思ったんですよ、自分では。だけどこれ試着できなくて、その鏡がなかったから、なのでちょっとさっき家に帰ってきてね、かけてみたんですけどちょっと見てください。ほら、なんか微妙じゃないですかなんか微妙なんですよね。なんか別に似合ってもないしみたいな、ねえ、ちょっとすごい微妙な感じになってしまって、どうしようって今すごい思ってますなんかそう、外に出る時とかにこういうメガネかけれたらちょっとおしゃれだなと思って、欲しいなと思ったんですけど、なんか思ったのとちょっと違ったんですよね。やっぱかければよかった、無理してでも。なんか携帯のカメラとかでこうやって見るの恥ずかしくてできなかったんですよショックだなぁ。あんまり似合ってないよね。ちょっとこのレンズでかくない？でかい気がする。こんなもんなのかな、まあ、わかんない。かけ続ければなんか慣れてくるかもしれないんですけど、今まだね、慣れないだけかもしれないので、まあちょっと外出るときはこれかけてなんか出かけようかなみたいな感じに、うん、思ってましたけどどうなるかわからないです。こちらね、このレンズのケース、メガネケースがついて 10% オフになってたので2520円でした。で、次はこちらです。ミルクフェドで購入しました。一つ目はこちらのリュックを購入しました。前買ったタイプのやつと似てて、ここが開くやつにしました。この形と、あともう一つ普通のリュックみたいな形、ここにポッケがあって、ここにこうチャックがついてみたいなやつもあったんですけど、私はね、ちょっとこの横のチャックが欲しかったっていうのと、あと私の持ってる服だったらこっちの方が合うのかなと思って、こっちのリュックを購入しました。うん、あんまり荷物は入んないかなと思います。街もこれくらいしかないし、うん、大きさもね、ほんとそんなでかくないので、まあちょっと出かける時とか、あとお泊まりをね、最近ひよりん家によく行くので、あのリュック必要だなと思って、それでまあ買ったっていうところもあります。で、こちらのね、バックパックのリュックは8640円でした。多分これ 30% オフだったのかな、なんか1万円くらいだったんですけど、まあ 30% オフで8000円くらいになってました。で、これが最後なんですけども、こちらのトレーナーを購入しました。ここにね、赤い字でミルクフェドって書いてあるんですけど、割と大きめですね。私腕すっごい長いんですけど、普通に着て手が隠れるくらい、指がちょっと見えるくらいですね。で、こないだ私白いトレーナーを買ったんですけど、グレーのトレーナー持ってないなって思って購入しました。そう、最近黒いパーカーとか、まあこれもそうなんですけど、なんか暗めの色ばっかりやっぱり持ってるなって思って、もうちょっと明るいものもね、増やさないと、なんか毎日同じコーデしてるみたいに思っちゃったので、自分で、なのでちょっと明るいものを買おうって思ってこちらを購入しました。なんか最近パーカーとかよりトレーナーがすごく好きで、トレーナーばっか買っちゃいますねパーカーだとね、ちょっと重ね着がしづらいっていうのがありますね。うん、はい、今回はこれだけなんですけども、まあ今年初ですね、今年初の購入品紹介かな。洋服関係では多分今年初だと思うんですけど、カーテンのね、紹介する動画でも言ったと思うんですけど、今月はちょっとインテリアの方をちょっとお金をかけていたので、服はあまり買わなかったんですけど、まあ
今月最後だと思うんですけど、まあこういうね買い物もできてちょっと良かったなと思います。またね2月からは購入品動画ももうちょっと増えるかなと思うので、購入品動画が好きだよっていう方はぜひそれまでお待ちいただけると嬉しいです。というわけで今回も最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録そしてグッドボタンしてくれると嬉しいです。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。